エドガーアランポー病院横丁の殺人犯1800十年の春から夏にかけてパリに滞留していた時私はオーギスト・デュパンという人と知り合いになったまだ年の若いこの男は両家の子であるその家柄は貴族と言ってもいいほどであるしかるに 度々不運な目にあってひどく貧乏になったそのために医師が全くくじけてしまって自分で努力して生計の回復を図ろうともしなくなった幸いに債権者どもが好意で父の遺産の一部を残しておいてくれたのでこの男はその利息でケチな暮らしをしている贅沢といっては書物を買って読むくらいのものであるこのくらいの贅沢をするのは パリーでははしくはない。私が初めてこの男に会ったのはモンマルトル町の小さい本屋の店であった偶然私とこの男とが同じ珍書を探していたのであるその時心安くなってそのあとたび会った一体フランス人は正直に身の上話をするものだがこの男も自分の家族の話を私に聞かせた それをたはひどく面白く思ったそれに私はこの男の博覧に驚いたまたこの男の空想がいかにも豊富で一種天輪の威力を持っているので私の霊はそれに引き入れられるようであったちょうどそのころ私はある目的のためにパリに滞留していたのでこういう男と交際するのはその目的を遂げるにひどく都合がよいと思った その心持ちを私は打ち明けたそこでとうとう私がパリに滞留している間この男が一緒に住まってくれることになった二人のうちでは私の方が比較的融通が利くので家賃は私が払うことにして妙な家を借りたそれはフォーブル・サンジェルマンの片隅の寂しいところにある風雨にさらされて見苦しくなって 次第に荒れていくばかりの家である何でもこの家についてはある迷信が伝えられているのだそうだったが我々は別にそれを詮索もしなかった2人はこの家を借りてちょうどその頃の陰気な2人の心持ちに適するように内部の装飾を施したもしその頃二2人がこの家の中でしていた生活が世間に知れたら 2人は強人と見なされたかもしれないもちろん危険な強人と思われはしなかっただろう2人は誰をもこの家に寄せつけずにいた私なんぞは主治の知り合いがあったのにこの住家を非して告げなかったリパンの方ではもう数年来パリで人に交際せずにいたのであるそんな風で たは外かららを受けずに暮らした私の友達には変な癖があったどうも癖とでも言うよりほかはないそれは夜が好きなのである私は次第に友達になじんできて主樹の癖を受け続いてとうとう夜が好きになったしかるに夜という黒い神様はいつもはいてはくれんので これがいなくなると工夫して昼を夜にした我々は夜が明けても窓のよろいを開けずに香料を混ぜて制したろうそくを二三本炊いているそのろうそくが階段じみたかすかな光を放つのであるこの明かりのもとで我々はわざと夢見心地になって読んだり書いたり話したりするそのうち 本当に夜に夜なったことが時計で知れる。それから2人は手を引き合って往来へ行き歩きながら昼間の話の続きをするまた夜更けまで所々をうろついて珍しい巧妙面と暗黒面とを味わうのであるパリのような大都会にはこの両面があって我々のような局外の観察者には無限の興味を感じさせるのである こういう場合にデュパンは不思議な分析的技能を発揮して私を驚かすことがある友達はこの技能を発揮して自分で愉快を感じている人が誰も見聞きしてくれなくてもいいのである友達はこの心持ちを私に打ち明けているある時友達は私に笑いながら言った 世間の人は大抵胸に窓を開けていて僕にそのうちを覗かせてくれるのだねと言ったそしてその証拠としてちょうどその時私の考えていたことをすっかり当てて私を驚かしたこの技能を働かせている時の友達の様子は冷淡で上の空になっているようでその目は何の表情もなく空を見ている その声はふだん手のる調であるのにこの時はディスカント調になっているちょいと聞くと浮かれているのかと思われるがその言語がいかにも明晰でその思想がいかにも沈着で決して浮かれているのではないことがわかる私は友達のそういう様子を見るたびに古代の哲学にある一人二霊説を思い出さずにはいられないどうも 創造的性質のデュパント分析的性質のデュパントがあるようなのが私には面白く思われたこう言ったからといって私が何か秘密を暴こうとするだろうだの小説を書くだろうだのと思うのは間違いであるこのフランス人について私の話すのは簡単な事実に過ぎないその事実は過度に働いている ことによったら病的な誤性の作用かもしれない当時のこの人の観察の仕方は次の例をもって人に理解させるのが最も適当であろうある晩のことであった我々2人はパレーロワイヤルの付近の長い汚い街をブラブラ歩いていた2人とも何か考え込んでいたので15分間ほど一言も物を言わずにいた 突然デュパンが言った実際あいつはバカに小さい男でどうしても寄せに出た方が柄に合ってるね無論そうさ私は覚えずこの返事をしたあまり深く考え込んでいたので私は最初この問答を何の不思議もないように思ったししかしこの問答は、 私のの黙っっててて考えいいたことの続きになっている。私はそれに気がついたのでびっくりせずにはいられなかった私は真面目に言った「おいデュパンあんまり不思議じゃないか」「正直に言うが今の話は実際君の口から出て僕の耳に入ったのだかどうだかと疑わずにはいられないね」「僕の腹の中で考えていたことをどうして君は知ったのだ」 君には全く僕が誰のことを思っていたかというのが分かったのかい私はこう言ってリバパンが誠にその人が誰だということを当てたのだか確かめてみようと思ったもろん、シエンチリーのことさなぜ君話を途中でやめたのだいさっき君はあいつがあまり小柄だから悲壮劇の役を務めるのは無理だと思っていたじゃないか。 実際私はそう思っていたシアンチリーというのは元サンドニー町の靴屋でそれが俳優になっているのであるそいつがこの間クレビリオンの作「クセルクセス」の主人公を務めたそして非常な悪評を受けたのである私は言ったどうぞ君僕に言って聞かせてくれたまえ 一体どんな方法で僕の心が読めるのだいもしそういう法があるものならそれを聞かせてくれたまえ言葉ではこう言ったが私の不信はとても言葉で言い表されないほどであった友達は言った君あの果物屋を見てそれから靴屋のシアンチリーがクセルクセスだとか その他古代劇に出てくる英雄の役に不適当だということを考えたのだろう果物屋だってどんな果物屋だい僕にはまるで心当たりがないがそれさっきの街の曲がり角で君にぶつかった男さそうさね15分ばかり前だったかなこう言われて私は思い出したなるほど 私が聖町から今立っている抜け道に曲がりかかった時リンゴを持った大籠を頭に乗せた男が私にぶつかって私は倒れそうになったのだしかしそれとシアン・チリーとの間にどんな連絡があるのか私にはまだわからないしかしデュパンは決して嘘つきではなかった私に説明して聞かせたところはこうである そんなら君に言って聞かせよう君に特心の行くように思想の連鎖を逆にたぐってみようまず君の考え込んでいる時僕が突然声をかけたあの時点を起点としてあれから逆に戻るのだねそしてあの果物屋のぶつかった時まで帰りつけばいいわけだねこの連鎖の主な角からは1シアンチリー2オリオン3 ドクトル・ニコルス4エピクロス5立体幾何学6色石7果物屋とかいう順序だよ思想が点々してある着着点に到達する順序を逆に考えてみるということは随分誰でもやってみることであるそういうことは随分面白い。初めててやってみた人は その連鎖の始まりと終わりとを並べてみてその2つが非常に見学しているのに驚くだろう私は友達の話を聞いて非常に驚いたそれが事実であったからである友達はこう言ったもし僕の記憶が誤っていなかったら君と僕とは清町から曲がる前に馬の話をしていたねそれきり物を言わなくなったのだ それから角を曲がってこの抜け道に出るとたんにリンゴを持った大かごを頭にのせた果物屋がかけてきて君にぶつかったその時君は往来に敷く敷石の積んであるのを足に踏みかけたその石がぐらつくと君は滑って少し足をくじいたその時君は腹を立てて何か口の中でつぶやいて積んである石を一目見て それから黙って歩き出した。僕は別段君に注意していたわけではないがどうもこのごろものを観察するのが癖になっているもんだからしかたがないそこで見ていると君は下を向いて歩いているそして腹立たしげに敷石の穴や隙間を見ているそこで君が敷石のことを考えているということが分かったのだねすると ラマルチン町のところに来たあそこには試験的にあばらなりに切ってかみ合わせるようにした石が敷いてあったそれを見た時君の顔色が晴れやかになって君は口の中で何やら言った君の唇を見ているとその言葉がステレオメトリーという言葉らしかった立体幾何学だね あの敷石を見てそんな名を付けるのはずいぶん大げさだったにそういないよ君はその言葉を口にした後ですぐにアトームということを考えた原子だね国民だねそれから哲学者エピクロスの競義を思い出したところがこの間君と哲学団をした時お互いにこういうことを言ったね あの君子風のグレシア人は空想で説を立てたのだが近世コスモゴニーの研究ができてから天体の発展が分かってきてエピクロスの説いたことが事実的に証明せられたと言ったねそこで君がエピクロスの競技を思い出したからには君はそれと同時に多分オリオン星の霧を仰向いてみるだろうと僕は考えた君は果たして仰向いて天を見た そこで僕の推測の当たったのが分かったところで昨日あの「ミューゼー」という雑誌に俳優シエンチリーをあざ笑った風刺的批評が出たねあの批評の中にシエンチリーが靴屋をやめて舞台に出た時名を変えたことを冷やかしてラテンの祝が引いてあった「ペルデレ・アンティークーム・リテーラ・プリマソーム」というのだねこのについては 僕が前に君の言ったのはこの宿はオリオン星のことを指したものでオリオンの古い名はユリオンだったと言ったねこの説明はその時の事情から押すと君が忘れずにいるものと考えられるのだねそこで君はどうしてもオリオン星を見ると同時に俳優シアンチリーのことを思い出さずにはいられないと僕は考えたねこの推察が当たったということは その途端に君の唇に現れた微笑で証明することができたのだ君はあの時靴屋上がりのシエンチリーが激評家にひどく退じられたのを思い出したのだねそれまで君は背中を丸くして歩いていたところがちょうどその時君は背中をまっすぐにして元気よく歩き出したそこで僕は察したね君は シアンチリーがこここううとこだということとだだいを考えたのだと指したのしねちょうどその時僕は君に声をかけたのだそしてあいつは小柄だ寄席にでも出るよりほか仕方がないと言ったのさリュパンの観察法がどんなものだということは大体いいこの一例でわかるだろうこのことがあったからしばらくたったあとである。 我々二人は一緒にガゼットでトリビューの新聞を読んでいたそしてふいと左の記事に目が止まった嘆すべき殺人事件。昨夜3時ごろ三六急スクの住民はやや久しく連続して聞こえたる恐ろしき叫び声に夢を破られたりその叫び声は 病院横丁の一家屋の第四層にて発したるもののごとくなりきその家はレスパネ夫人とその娘と二人の住所なり最初尋常の手段にて表口より入らんとせしに戸締まりのため入ることはあたわずして多少の時間を経過し林家の者八九人と憲兵の二人とはついに鉄の棒を持って戸を破りて屋内に入ることを得たり その暇に叫び声はやみたり最初のはしごを駆け上がるとき人々は2人もしくは数人の荒々しき声にて何事かを言い争うを聞けりその声は家の上層にて発したるもののごとくなりき第二のはしごに達せしときはその声もまたやみ屋内には何らの物音も聞こえざりき 人々は手分けをなし各部屋を捜索せり第4層の後ろなる大部屋はうちより戸を鎖しやるをもってさらにその戸を破壊したりこれに入りたる人々はその惨状を見て恐怖しかつ錯覚したり室内の状況は狼藉を極めたり家具は全て破壊しところどころに投げ散らしやり 一つの椅子の上に血まぶれのカミソリあり、紙んろの上に血のつきたる白が二三束あり、髪はすこぶる長く、暴力にて引き抜きたるものと見えたり、床の上にナポレオン銀貨四個、鉱脈をはめたる耳は一個、銀の大さじ三個。 アルジェリー合金の小さじ3個のほか金貨4000フランを2袋に入れたるものありテーブルの引き出し抜き出してありて手をつけたるものと見うれどもなお許多の物件の残りを見る鉄製賞金庫1個敷布団の下にあり金庫は開きありて鍵は錠の穴にさしたるままなり金庫内には古き手紙若干と ああまり重要ととも見えざるる書類とあるのみ。女主人レスパネ夫人の行方は最初不明なりきでにして人々は仮眠炉の上に多量のススワルを見て試しに炉中を調べせしに人の想像にも及ばざるほどの残酷なる事実を発見せり女主人の娘の死体逆さまに炉の煙突に押し込みありしことこれなり 頭を下にして、非常なる暴力をもって狭き煙突内に押し込みたるなり、体にはなお温かみありき、皮膚を調べるに巨多のすり傷あり、多くは強いて煙突に押し込みしとき生じたるものなるべく、その一部分は引き出すとき生じたらんも知るべからず、顔には引っかきたるごとき深き傷あり、 前頸部には視線にて圧したるごとき深き跡ありまた暗視色なるまだらありこれらは考察したるにはあらずやと想像せしむ人々は屋内ところどころを精密に捜索せしに前期のほかには別に発見するところなきをもって屋後なる中庭に出たり中庭は石を敷き詰めありこの中庭に 女主人の死体ありき。前頸部より非常に深く切り込みたる傷ありわずかにうなじの蚊は消去にて首と胴と連なりたるゆえ死体をもたぐる時首は胴より離れたり首もその他のタイプもは,なはだしく損傷しあり中んずく胴と手足とはほとんど人の意外とは認められざるほど変形せり 右の恐るべき殺人犯は何者の書になるか与良の探知したる限りにてはその筋においていまだ何らの手がかりをも得ざる者のごとし翌日の新聞にはこの残酷なる犯罪に関したる記事の続行を載せたりその分にいわく病院横丁の悲劇古来未曾有の惨事たる本件に関し尋問を受けたる者数人あり 何人の国情も本件に巧妙を投射するに足らずといえども左にいちいちこれをれっせんとすポーリーヌ・デューブルは洗濯を強うとする夫人なるが次の申し立てをなせり本人はレスパネ夫人及びその娘と愛知ること三年に及べりこれレスパネ家の洗濯物を引き受けたるがためなり老婦人と娘とは平然仲良く暮らし 互いに定住に取り扱いたり洗濯代は滞りなく潤沢に払いくれたり生活費はいかなる財源より入れたるか知らず風文によれば夫人は巫女を強盗し人のために家福を占いその借金を蓄えたりという本人は洗濯物を受け取りに行きまた返しに行きしとき来客ありしを見たることなし。 母子が全く奉公人を使いおらざりしことは確実なり家屋には第4層のほかいずこにも家財を備えあらざりし者のごとしピエール・モローはタバコしなりその申し立て次のごとし本人はほとんど4年前より少量の刻みタバコおよび鍵タバコをレスパネ夫人に売却しおれり本人は近隣にて生まれし者にて 未だかつて住所を離れたることなしレスパネー家の母子はかの死体を発見したる家に移住してより六年余りになれるかの家屋にははじめ宝石商の住めるありてその人は上層の所出を主寿の退職人に貸しいたり元来家屋はレスパネー夫人の所有なりしに宝石商これを借り受けみらりに上層を他人にまた貸ししたるゆえ 夫人はそののに権限たるものあり、ついに自ら屋内に移りきてそれより上層を何人にも貸すことなかりき老婦人は子供らしくなりいたり本人は前後6年の間にレスパネー家の娘に56回会見せり母子とも社交を避けいたり世表によれば財産家なりし者のごとし 本人は臨家の人の口より老婦人が巫女なりしことを聞きしが死んぜざりき老婦人の家に出入りする人はほとんど絶無にて母子の外出するを見かけし他には門番の男の顔を一、二回見たると医師の出入りするを八、九回見たるとを記憶するのみその他近隣の人数人の申し立てあるども皆大道小異なりき 人の全く出入りせざる家ならば母子に親族の現存せるものありや否やを知るものなし家のぜ息の窓はかつて開きあることなし中庭に向かいたる窓はいつも閉じてありただ第4層の奥の広間の窓のみ開きあり家は堅牢なる建築にていまだ古びおらずイジドールミュゼという憲兵卒の申し立ては次のことし 本人は午前3時ごろ、レスパネー家に呼ばれたり、戸口に到着せし時には、2三3 0人の人、屋内に押し入らんとしてひしめきいたり、本人はやむことを得ず、銃剣を用いて扉を開きたり、鉄棒を用いしにあらず、扉は観音開きにて、お年のごときもの上下ともに中西し上、銃剣にて開くことは容易なりき。 叫び声は扉を開くまで聞こえたりしが開き終わりしとき突然やみたり叫び声は一人なりや数人なりや明らかならざりしが必死になりて発せしもののごとくなり構成を長く引きたり忙しげに短く発したる声にはあらざりき本人は戸口にありし数人とともにはしごを登りたり第一のはしごを上り終わりしとき 二人の声を聞き分けることを得たり二人は声高に物を争うもののごとくなりき一人の声は荒ら,らかにそつなく聞こえたり今一人の声は一種異様なる鋭き声なりき前の人の言葉は一二5を判別することを得たるがその人はフランス人なりし物のごのとし無論女子にはあ荒ざりき下道と叫び馬鹿と叫び師を判別したるなり 後の人人は外国人なりしがご男女の別明らかならず、何国のことも決死型けれども、おそらくはスパニア語なりしならんか、本人の申し立てる室内の状況は、ヨラが昨日の市場に記したるところと異なることなし、アンリー・デュアルは、臨家の飾り職にして、主に銀細工をなさり、その申し立て次のごとし。 本人は屋内に最初に入りたるうちの一人なり初めの状況は憲兵卒ミュゼの申し立てに同じ屋内に入りたる数人はうちより扉を鎖したりこれ信仰なるにかかわらず多数の人戸口に集まりて込み入らんとしたればなり本人はかの異様に鋭き声を発せし人をイタリア人ならんと思えり本人の推測するところにては その人の人フランス人にあらざりしことは確実なるが如とし確かに男子の声なりとも言いがたきけれども婦人の声とは思われずと言えり発音によりてイタリア語ならんと推測したけれども本人はイタリア語を介せざるゆえ何事を言いしかわからざりきと言えり本人は平成2人の女子と親しく交わり言葉を交わししことあるゆえかの鋭き声の母子の声にあらざることは疑いを入れずと言えり オーデンハイメルは飲食店の主人にしてその申し立て次のごとし本人は法廷より召喚せられし者にあらず陳述のため自ら進んで法廷に出向きたる者なり本人はフランス語をよくせざるゆえ通訳によりて申し立てたり本人はアムステルダムに生まれし者なり本人はかの屋内にて叫び声の起こりたるとき 町を通りかかりしものなり、かかしな叫び声の聞こえしは数分間と思うおそらくは10分間くらいなりしならん構成を長く引きたるものにて気味悪く神経を浸透するがごとき響きなりき本人は屋内に入りたる数人のうちなり屋内のことに関する申し立ては前数人とほぼ同じけれどもただ一箇所相違せり 本人の推測するところによれば、かの鋭き声は男の声にて、確かにフランス人なりきと覚えよと言いえり、ただし、何事を言いしか明らかならず、忙しげなる構成にて、調子不ぞろいなりき、激怒もしくは恐怖によりて、調子を高めたるもののごとき聞きなされたり、前には鋭き声と言いしが、鋭しという形容は当たらざるやも知れずと言いえり、 今一人のそっけなき声はたびたび下道と呼び畜生と呼びコラと呼び死を記憶すと言いやりジュール・ミニオーは銀行業者にてドロレーヌ町なるミニオー不死紹介の名前主なりロー・ミニオーの方なりその申し立て次のごとしレスパネー夫人は若干の財産がりてこれを紹介に与託せしは8年前なりき 時事別に小口預かりをなししことあるのみにて最初に預けし元金をばかつて引き出したることなししかるに返事ありし3日前に夫人自身にて紹介に来たり4000フランを引き出したりこの金額は金貨にて払い渡すこととし使いを持って居宅に送り届けたりというアードルフ・ールボンはミニオーフ氏紹介の雇い人にてその申し立て次のごとし 本人は前期の日、正午ごろ4000フランの金貨を2袋に入れて、それを持ちてレスパネ夫人に使い、その居宅に行きたり、戸口の戸を開きしとき、娘いでて1袋を受け取りしゆえ、今ま袋は老婦人の手に渡したり、私をわりて暇孫いし、直ちに家を入れたり、外場にては何人にも開口せざりき、病院横丁は狭き町にて、 人通り少し云々ウィリアム・バードと称する再縫職の申し立て次のごし本人は最初に戸口より入りし数人のうちなりイギリス生まれにて2年以来パリに銃せり屋内に入りたる後本人は他の23人とともに先に立ちてはしごを登りたりその時物争いするがごとき2人の声を聞きたり そっ気なき声の主はフランス人なりと思えり言葉は主樹聞き取りしが多くは忘れたりただ畜生といい下道といい仕事だけは度々たびたび明らかに聞きしゆえ忘れずある瞬間には数人逃走せるもののごとくなりき床をかくがごとく擦るがごとき響きを聞きたりかの異様なる声はそっけなき男の声より高く聞こえたり 本人の考えにては異様の声の主は断じてイギリス人にあらざりきと思うあるいはドイツ人なりしかと思わるもっとも本人はドイツ語を介せず男女いずれか不明なるのもあるいは女子なりしやも知れずと言いり上記の承認中再び呼び出されたる者4人の申し立てによればレスパネー家の娘の死体を発見せし部屋の戸は人々のその前にいたりしとき うちより鎖しやりきという。室内は激然として、人の呻吟する声、その他の物音を聞かざりき。扉をこじ開けたるときは難びともあらざりき。窓は前側のものも後ろ側のものもくさりして、うちより城をおろしやりたり。二部屋の境のとわ鎖しやりたれども、城はおろしあらざりき。全房より廊下にいずる口のとは、 鎖して錠を下ろし、鍵を内側に差しありき、第4層の廊下の突き当たりに小部屋あり、家の前面に迎えり、この部屋の戸は大きく開きありたり、この部屋には古びたるねらい、公等を多く造しあり、その品々はいちいち運び出して綿密に取り調べられたり、そのほか屋内には隅々まで検査をへざるところなし。 かの煙突も念のため十分に掃除せしめられたりこの家屋は4層建てにしてその上に屋根裏の数室あり屋根裏の部屋より屋根にいずる口には上下へ開閉する扉ありこの扉は釘付きになしありて数年来開きしことなきもののごとくなりき最初に物争いの声を聞きし瞬間より レスパネー家の娘の死体を発見せし部屋の戸をこじ開ける時に至るまでの時間の長短は数人の申し立て一致せずあるいは3分間くらいなりきと言いいあるいはまた少なくも5分間なりきといえりかの部屋の扉を開くことはさほど容易にあらざりしもののごとしアルフォンゾ・ガルシアは葬儀や営業者にて病院横丁に銃せり このののスパニア人の申しし。立て次の本人は最初に屋内に入りし数人のうちなりしかるにはしごをば登らざりきこれ平然神経質なるがゆえに惨状を見て興奮せんことを恐れしがゆえなり物争いをなす人の声は聞こえたりそっけなき声は男子にてフランス人なりきと思わるその後はば聞き取ることはあたわざりき 鋭き声の人はイギリス人なりしこと確実なりと言いえり本人はイギリス語を返せざれども発音によりて判断したりというアルベルト・モンタニは歌詞賞なりその申し立て次のごとし本人は最初にはしごを登りし一人なり歌詳しき二人の声を聞けり即興なき声はフランス人なりきと思わる数号は確かに聞き取りたり 鋭き方の声は一号も返せざりきその声の主は不揃ろいなる調子にて早口にしゃべりたりあるいはロシア人なりしかと言えりそのほか前期数人の申し立てに不合せり本人はイタリア人にてロシア人と対話せしことなしという再び呼び出されたる証人数人の申し立てによれば第4層の書部屋の仮ミ路は皆華々しく狭くして 人の逃れいずべき要石を有せずといえりしかれども屋内の煙突は皆尋常煙突掃除人の使用するがごとき円筒形のすすはけを持って上下とも十分に掃除せられたり屋内には裏橋ごなきを持って人々の表ばごより登る間に何人も会場より逃れ去りしはずなし煙突内にねじ込みありし娘の死体はいかにも無理にねじ込みしものと見え ここれををを引き出出すすにには 4, 人の男の男力を合わわせてわずかに出すことを得たり、ポール・ドイマーは死体検案のため召喚せられし医師なりその申し立て次のごとし本人の呼び出されしは不都なり2人の死体は娘の死体を発見せし部屋のわら布団の上に置かれたりき娘は作家賞および座礁のため華々しく変形しいたり その損傷は煙突に押し込み、また引き出したるために生ぜしならん。咽頭は全くあっさいしやりたり、顎の直下に数個の相根及び暗視色の斑点が力。これ、指にて強くあしたるがために生ぜしものならん。顔は主張せるため、はなはしき集計を呈いせり、両眼球は眼下より飛び出したり、舌は半ば噛み切りありたり、 上腹部に大いなる座礁あり、おそらくは膝頭にて足たるものならん本人の断定によればレスパネー家の娘は未生の数人の考察するところとなりしならんという母の死体もまた甚だしく損傷せられたり友情死および遊鹿死のあらゆる骨は多少挫折せられたり左頸骨および左京の諸肋骨は粉砕せられたり その他全身に座礁および皮下出血を多く一見恐るべき状態を示せりこのごとき損傷をきたしたるを見れば努力ある男子ありて手に棍棒鉄棒椅子等のごとき大いなる重き2武器器を取りそれにて打撃したるものと推測されるいかなる武器を持ってすとも女子の力にてはこのごとき加害をなすことあたわざるべし母の首は 献眼の際、全く区間より切り離し、かつ、挫滅しありたり、首を切るには極めて鋭き器を持ってしたるならん、あるいはカミソリなりしかと言えり、アレクサンドル・エチアンヌは、外科医にしてドイマーと共に死体の献眼を命ぜられし助手なり、この医師はすべてドイマーの証言を是認し、またその断定に同意を表せり、 以上のほか証人として出廷せし人数は少なかれども特殊なる事実は発見せられざりき仮に本事件を殺人犯なりとせんも古来パリ一中においてこのごとく自体暗黒にして細部分までも不可思議なる殺人犯を出したることなし今に至るまで警察は何らの手がかりをも有せずというこれこのごとき刑事問題にありてはほとんど前例なき事実なりとす また警察以外の方面より見るにこれまたこの恐怖すべき出来事に対して説明の片影をだに捉え得たるものなし新聞の夕刊には聖六急須町ではまだ人身が強々としているということ犯罪の場所を採用を綿密に調べたり続いて証人を呼び出して尋問したりしたがいずれも得るところがなかったということなどが出ているその次にまた 銀行の小遣いアードルフ・ルボンが逮捕せられたということが書き添えてあった前に新聞に出た申し立てのほかに別段嫌疑の角はないのに未欠陥に入れられたのであるこの事件の経過にリパンはひどく興味を持っているらしく見えた少なくもこの男の挙動を見て私はそういうふうに推定を下すことができたのであるこういう場合の常として リパンはこの事件のことを合目地にしないやっとルボンが縛られたという記事を読んだ時になってリパンはわずかに口を開いて私にどう思うと言った私の意見は当時パリーの市民が一般に解放していた意見と同じであるこの事件は到底解釈すべからざる秘密たることを免れない下手人の行方を探し出す手段は所詮あるまいというのである リパンは私の返事を聞いた上で言ったどうせ証人の申し立てなんぞは船舶なものでそれによって捜索の手段を見いだすことはできないよパリーの警察は敏滑だと世間では褒められているがあれは狡猾だというにすぎないね何か探そうとする時にはその切な切なの思いつきで手段を決めるその他には手段がないのだ 大抵どうするという方針の数が決まっていて何事をもそれに当てはめるだからどうかするとちっとも実際に適合しない方針を取ることになる笑い話にある人が寝巻きを着て音楽を聴いたことがあったのでその後音楽のよく聞こえない時にはその寝巻きを出させて着てみるということがあるパリの警察もどうかするとこれと同じような滑稽をやるのだねなるほど 器用にさかのぼってみるとパリーの警察が好結果を得たこともたくさんあるよだがそれはただ念を入れて忍耐して探し出したかまたは八方に手を出して探し出したかの2つにすぎないこの2つがダメになると警察はどんなに骨を折っても成功することができないのだあのビードックなんぞは物を考え当てることすなわち射物がひどく上手で忍耐してそれを追跡していくのだ ところがあいつの資料は何の素養もないのだから考え外れがたくさんあるそしてその間違った方角に例の忍耐を持って固着しているのだからたまらないそれにあいつは対象物を目のそばに持ってきて見る流儀だからある12点をいかにも鋭く見るが全体を達観することができないとにかくものをあまり深く見ようとするとそうなるのだ ところがいつでも井戸の中さえ覗けば真理が得られるというものではないからね僕なんぞは反対に考えているあらゆる重大な発見は大抵浅いところにあるのだね人はその真理を谷間に求めたがるがそれよりかむしろ山の頂に求めた方がいいのだこの関係は天体を観察する方法を見てもわかる人がどんな間違いをするか その間違いが何から起こるかということが天体の例で説明するとわかるのだ星なんぞを見るのにそれを注視しないでざっと横目で見るのがいいそうすると星が目の網膜の外衣部に映るそこには中心部よりも微弱な光線を近くするに適しているそこで星の形もその光も一番はっきりわかるそれを注視すれば注視するほど 星の光は濁ってくる無論注視した時の方が目に受ける光線の量は多いがそれを感じることが鈍いから無駄になるそれに反して横目でちょいと見ると少ない量の光線に対する感受性が鋭敏なのでかえってよく見えるそれと同じ道理で深くえぐった操作法は人の視力を鈍らせて混雑させる金星くらいな星だって 直にじっと見つめているととうとう天のどこにもなくなってしまうよそこであの殺人事件だがねあれについて考案を立てるにはまず我々ばかりの手で特別な捜索をしなくてはならないねそいつが随分面白かろうと思うよデュパンがこう言った時あの忌まわしい犯罪の形跡を尋ねるのが面白かろうというのを私はずいぶん異様に感じた しかし黙っていた友達は強吊だそれにあのルボンという男には僕は一度世話になったことがあるだからあいつを救ってやるのは僕のためには法音になるのだとにかく君と一緒に犯罪の場所を実験しようじゃないか幸い僕は JK 氏を知っているからあそこへ行ってみるだけの許可を得るのは造作はないよ友達はこう言って すぐにそれだけの手続きを実行したそこで我々2人は早速病院横丁へ出向いたこの横丁はリシュリオー町と青六久ス町とを連接した狭い道でパリーの横丁の中で一番貧乏くさい横丁の一つである我々の住んでいるところから青六久ス町までの距離はだいぶあるので我々が病院横丁に到着したのは午後遅くなってからである 犯罪のあっったた。家は容易に見つかったそれは大勢の人がその向こう側の人道に集まっていて何の意味もなく物珍しげに鎖された窓を見つめていたからである家はパリの普通の建築で中央に歩道があってその横手に引き戸のついた窓があるそこが門番のいるところである我々はすぐに目当ての家に入らず まずその前を通り抜けて横丁に曲がって家の後ろに出たその間デュパンは目当ての家はもちろんその近隣の家々をも綿密に見ていた私はそれを無駄なことのように思ったそれから我々は再び家の裏口に戻ってベルを鳴らして警察の認可証を見せた番号をしていた役人が我々を家の中へ入れた 我々は,はしごを登って例のレスパネー家の死骸があったという部屋に入ったそこに今は母親の死骸も一緒に置いてあるのである私の目に入ったのはガゼットでトリビューの新聞に書いてあったようなことだけであるデュパンは何もかも綿密に検査した2人の女の体をも見たそれから残りの部屋部屋を歩いてみてとうとう中庭に出た その間、憲兵が一人我々に離れずにどこまでもついてきたデュパンの検査は日の暮れるまでかかった役人にひ孫をして帰り道にかかったからデュパンはある新聞の発送所に立ち寄ったデュパンという男が妙な癖のある男だということは私はもう話したはずだだから私は何事も友達の勝手にさせておく その晩はなぜだか知らぬが、リパンは病院横丁の殺人事件の話をわざと避けてしないようにしていたそれから翌日の昼頃になって、リパンは突然、私に言った君ははあの忌まわししい場所で何かかか特別ななことに気がつきはしなかったかねその特別なという言葉の調子が、私には妙に聞こえて、なぜだか知らぬが、私はゾッとした。 私は言った。いやどうも特別なことは僕には発見せられなかったね僕の気づいたのは大抵新聞に書いてあったことくらいだね友達は言った「どうも僕の考えたところではガゼットなんぞはあの事件の非常に気味の悪い方面にまるで気が付いていないのだねだが新聞紙のくだらない意見なんぞは度外視するとしよう」 僕の考えでは人が解釈すべからざる秘密だと言っている角がかえってその秘密を暴きやすくするわけになるのだねあの事件の行われた周囲の状況は捜索すべき区域をごく狭くはっきりと限ってくれるから僕は都合がいいと思うなぜ警察がまごまごしているかと思うとあの場合に人を殺すだけの動機はよしや推測することができるとしても なぜあれほど残酷な殺しざまをしなくてはならなかったかという動機がどうしても見つからないからだ娘の殺されていた部屋に誰もいなかったという事実それからはしごを登っていった人とすれ違わずに人間があの家から逃げ出すはずがないという推測この2つのものと多くの人の聞いたという騒論の声と結びつけることはどうしてもできない。 そこで警察は途方に暮れているそれからあの部屋が極端に荒らされてあったということや娘の死骸が頭を下にして煙突にねじ込んであったということや母親の死骸に恐ろしい傷がつけであったということやその他僕が今更繰り返すまでもない若干の事実が評判の警察官の鋭敏を横道に引き込んで警察官は全然観察力を失わされてしまった。 その横道に引き入れられたというのは他でもないそれはごく素本なありふれた誤病だねすなわち単に尋常でないことと深い秘密とを混同するのだねところが目の開いたものから見るとその尋常でないという事柄がかえって真理の巷を教えるしおりになるのだねこういう場合に創作をするには どういうことが行われたかというよりはむしろ行われたことの中でどれだけが前例のないことかというところに着眼しなくてはいけないいずれ僕はこの謎を容易に解いてみせるいやもう解いていると言ってもいいところがその容易なところと警察なんぞの目で解釈すべからざるものと認めるところと一致しているのだねこの言葉を聞いた時 私はあきれて言葉もなく友達の顔を見つめていたこう言いかけて友達は入り口の戸を帰り見たそれからごういだ実は僕は今客を持っているその客というのは多分下手人ではあるまいが少なくもあの血生臭い事件にある関係を有している人物なのだ僕の推察ではその男は 犯罪の最も重大な部分に対する責任は持っていないだろう大抵僕の推理は的中するつもりだ僕の謎を解く手段は今来る客を基礎にしているのだからこれが的中しなくてはならないのだもうそろそろ来そうなものと思うがそれはどうかすると来ないかもしれないしかしまず僕は来る方だと思うそこで来たら そいつを逃さないようにしなくてはならない見たまえここに拳銃が2つある君も僕も撃つことは知っているこれが用に立つかもしれないのだよ私はその拳銃を手に取ったが何のためにそうしたのだかわからなかったまた友達の言っていることも十分腑に落ちなかったリパンは構わずにしゃべり続けている それが独り言のような調子である。こんな時の友達の様子がよそに気を取られたような不思議な様子だということは私は前に話したはずだ友達は私を相手にものを言っているのにその格別大声でもない声がなんだかよほど遠いところにいる人を相手にしてものを言っているような一種の調子になっているその目は何の表情もなく向こうの壁を見つめているのである あのはしごを登っていく人たちが聞いたという喧嘩をしていたものの声が女親子の声でないということは証人の申し立てで証明せられていると言ってもよかろうそうしてみるとおばあさんが娘を殺しておいて自殺しただろうという推察は頭から問題にならないこういうことを言うのは余計なことだが順序を正して話すために僕は言っておくのだおばあさんには 娘の死骸を煙突の中へ押し込む腕力もあるまいしまたおばあさんの体の傷を見ても自分でつけられる傷でないことはわかるそうしてみると第三者の下手人がなくてはならないこの下手人は単独ではないことが例の物争いをした声でわかるまあ新聞の中であの声のことを言っている申し立てを読み返してみたまえいちいちみんな読んでみなくてもいい 目立ったところを繰り返してみればいい。そこで君には何か特別なことが目に留まりはしないかね私は簡単に答えたそれはそっけない声をしたのがフランス人で男だというにはほとんど異論がないのに今一つの鋭い声を出したものについては証人ごとに変わった判断をしているという点だと答えたのである君の言うのは証言そのものであって そのの目立つのが何者だとということにはなっていないそうしてみると君にはその特別なところがわからないらしいが確かに特別なところがあるのだよ君の言うとおりどの証人もいわゆるそっけない声については異論がなかったところがいわゆる鋭い声となるとまちまちなことを言っているイタリア人だとかイギリス人だとかスパニア人だとかフランス人だとか言うが 要するにその申し立てをした人が自国の人でなくて外国の人だと思ったのだ例えばフランス人の言うにあれは多分スパニア人であっただろうもし自分にスパニア語が分かったら何を言ったか一言や二言は分かったに違いないというまたフランス語を知らないので通訳を持って申し立てたオランダ人はその鋭い声をフランス人だろうという ドイツ語のわからないイギリス人はドイツ語だろうという。といイギリス語のわからないスパニア人は発音から推測してイギリス人だろうというロシア人の談話を聞いたことのないイタリア人はロシア語だろうというイタリア語のわからない今一人のフランス人はイタリア語だろうというこれも発音から推測したものだそうしてみるといわゆる鋭い声は よほど異常な不思議な声だったに相違ないつまりヨーロッパ中のどの国の人も自国ではそんな声を聞いたことがないのだそこで君はその声の主をアジア人かアフリカ人であったかもしれないと言うだろうまずそういう人種はパリにはあまり多く見かけないそれはともかくも 僕は君に証人どもの申し立ての中で3人の言ったことに注意してもらいたい1人はその声が叫ぶようであって鋭いというのも当たらないかもしれないと言っていたあとの2人はせわしく不正調に喋っていたと言っているどの証人も言語や言語らしい音調を聞き分けたものがないこれだけの説明をしたところで 君はその中からどれだけの判断を下すか知らないが僕は証人どもの説明した声の性質からこの問題の研究に一定の方針を立てるだけの根拠を見いだしたと断言することをはばからない僕は僕の推理が唯一の正しいものだと思うそしてその推理からある嫌疑が出てくるのだ僕はその嫌疑に基づいてあの部屋を見るにも特別な点に注意したのだ まあお互いに今あの部屋に入ったと想像してみたまえそこで何を探したらいいだろうどうしても下手人の逃げた道とどうして逃げたという手段とに先が立たなくてはならないねそこで君だって僕だって機械不思議なこと超自然のことがあるとは信ぜないこれは無論の話だねそこでレスパネ夫人と娘とは 決して怪物に殺されたのではないとするとその下手人は血もあり肉もあるのでそれが逃げるには自然の道によって逃げなくてはならないところでどうして逃げたろうまず片っ端からあらゆる逃げ道を数えてみよう大勢の人がはしごを登っていく時下手人の仲間はあの娘の死骸のあった部屋かその隣室かにいたにそういない してみると、この2つの部屋から外へ通ずる道を考えてみればいいわけだ警察では床板や壁や天井まで目をつけて板なんぞをいで探ってみたらしいだから秘密な出口など人の目につかずにしまったものはないことはわかるところが僕は役人どもの目に信頼することができないから自分の目で見直した 2つの部屋から廊下へ通ずる2つの戸口があるがその戸は閉めてあったのだ戸の上には内から鍵が差し込んであったそこで仮眠炉はどうだ炉の中を見るとひどこの上8尺ないし10尺くらいのところまでは通常の広さになっているしかしそれから上は細くなっていて猫でも少し大きいのは通られないこれだけ考えてみると 残っている逃げ道は窓のほかにはないそこで前面の部屋の窓から逃げようと言ったってそこは往来に集まっていた大勢の人に見られるからできない下手人はどうしても中庭に向いた部屋の窓から逃げたとしなくてはならないこの弾丸は精密な研究から得きったものであってみればあの窓からは逃げられそうもないというような船舶な反対を受けても それでこの弾丸を翻すわけにはいかないそこでこの不可能らしく見えていることが可能だということを証明しなくてはならぬ段取りになるのだそこでこの不可能らしく見えていることが可能だということを証明しなくてはならぬ段取りになるのだあの部屋には窓が2つあるその1つの窓のそばには家具なんぞは置いていない窓は前傾が見えている 今一つの窓の株は重苦しい狙いの頭の方で見えなくなっている前傾の見える分の窓は密閉してあった僕の行くまでにその戸を下から押し上げて開けようとしたものがあったのだがどうしても開かなかったのだこの窓の枠の左側にはかなり大きい切り穴がもんであってそれに一本の釘がほとんど頭まで打ち込んである今一つの窓を検査してみると やはり同じような釘が同じように打ち込んであるこの窓のとも下から押し上げようとしたって上がらないそれだけのことは警察の役人もやってみてそこで下手人が窓から逃げたはずがないと決定しただから役人どもはその釘を抜いて窓を開けてみる必要を認めなかったのだところが僕は今少し立ち入った研究をしたなぜというに 彼の不可能らしいことを可能にするにはこの窓の研究をもってするより他に道がないからだ僕はこの場合に結論から逆に考えてみた下手人はこの2つの窓のうちどれかから逃げたに相違ない逃げたとすればこの窓を内から閉めることはできなかったはずだ警察の役人どもをこれだけのことは考えたがそこで行き止まった なるほど、窓は閉めてあったしかしどうかして一旦開いたあとに独りでにしまったのかもしれないこの弾丸は動かすべからざるものだ僕は前傾の見えている窓に行って釘を抜いてみた釘は少し力を入れて引っ張ると抜けたが窓の戸を押し上げることはどうしてもできなかったそこでこれはどこかにはじきが隠れているだろうと思った 釘だけのことを考えるといかにも不思議らしく見えても弾きがあるとすると解決の道がつくのだしばらく綿密に探しているうちに果たして隠れた弾きが見つかったそこでその弾きを押してみた僕はまずそれだけで満足して窓の戸を押し上げては見なかった僕は釘を差し込んでおいて注意して窓の具合を見た仮に 人がこの窓から逃げて外からその戸を閉めたとすると弾きは閉まるだろうが釘は刺さらないそれは簡単な道理でこの道理が僕の研究の区域を一層狭めてくれたことになるすなわち下手人は今一つの窓から逃げたに相違ないのだそこで二つの窓を比べてみるのに全く同じ形をしている弾きも同じであろう すると、釘にはどこかに違ったところがなくてはならない。僕は寝台のわら布団の上に上がって、寝台の頭の方の影になったところを綿密に探した。手を寝台の向こうに回して探るうちに、果たして弾きが手に触った。僕はそれを押してみた。弾きの構造は全く前の窓と同じであった。そこで僕は釘を見た。その大きさは、 前の窓の釘と同じでやはりほとんど釘の頭まで打ち込んである君はここまで話すと僕が失望しただろうと思うかもしれないがそれは僕の推理の工夫を了解しないものだ漁師の言葉で言うと僕は決してはかりを見損なったのではないまたはかりを訪ねていく途中で僕は少しも間ごついたのではない 僕のの推理をしてきた思想の連鎖は一節ごとに正確なのだ。僕は秘密を究極のところまで追人してきているどうしても釘にいわくがなくてはならない見たところでは釘の形は前の窓の釘と同じだしかしどうしてもどこかが違っていなくてはならないなぜというに外観が同じだというくらいなことで 僕の正確な思想の連鎖は断たれないからだそこで僕はくぎに手をかけたするとくぎは折れていて頭に二分五輪ほどの絵がついていてポロリと抜けて私の指の間に残った絵のそれ以下の部分はりのもみ穴の中にはまっているこのくぎの折れたのはよほど久しい前でなくてはならぬ なぜというに、れ目が錆びているからだ。たぶん釘は土で落ち込むとき折れたのだろう。折れながら打ち込まれて、頭の傷を窓枠の下の方に印するまで入ったのだろう。私はまたその釘の頭を元の通りに霧の穴にはめてみた。しっくりはまって折れた釘とは見えない。それから私は窓のとを23寸押し上げてみた。窓のとは すーっと上がる。釘の頭だけがついて上がる手を離すと窓の戸は下りてしまう釘の頭は依然としているそうして見ると謎がここまで解けたというものだ下手人は寝台の置いてある側の窓から逃げたのだ逃げたあとで窓は独りでにしまったのだろうまた 窓の外の開きでは逃げたやつが弾みで閉まるように跳ね返しておいたのかもしれぬとにかくうちの戸は弾きがきいて跡がうまく閉まっていたのだその閉まっていたのを警察は釘のためだと思ってそれから先を研究しなかったのだねそこで下手人は窓から出たにはそういないが出てからどうして降りたかが疑問だ 私は家の外回りを回ってみたときそこに気をつけてみたちょうどあの窓から五尺五寸幅の距離に平井から地面に引いた針金を支える棒が立っているしかし外から入るとするとこの棒を上っていって窓に手をかけることはできない今や窓から入ることはできるはずがないところがあの家の第4層の窓の外枠は この土地でフェルラードという構造になっているのに私は気がついたこの種類の窓枠は近頃ほとんど作るものがないリヨンやボルドーの古い家でよく見る窓枠なのだこの構造の窓では外側の戸は普通の観音開きの戸と違ってむしろ部屋の入り口の戸に似ているただその下の半分に横に酸が打ってあるかまたは透かしになった格子が取り付けてある どっちにしても手でつかむには都合よくできているそこであの家のあの窓の外枠だがあれは幅が少なくも三尺五寸くらいある我々が家を裏から見た時外の戸は半分開いていたすなわち壁の面と直角を形作っていたのだ多分警察のやつらも家の裏側を検査したにはそういないしかし しかし、あのフェルラードの幅の広いのに気がつかなかったか、それとも気がついていても、それを利用するものがあろうというところまで考えなかったか、二つのうちどっちかだ。要するに、こんなところから逃げられるはずがないと早計に決めてしまったので、この辺りはいい加減に見過ごしたのだ。ところが、私はあの窓を外から見たとき、外の戸をぴったり壁まで開くと、 針金を支えた枠から2尺の距離に外の窓枠があって手が届くということに気がついたそうしてみるとここに非常に軽傷なしかも大胆なやつがいてあの棒からあの窓枠に飛びつこうとすれば飛びつかれるということが私には分かったそういうやつが棒をよじ登っていって壁へついた外の窓枠の3にしっかりつかまって 今まで手を絡んでいた棒を離して足で壁を踏まえて体を窓枠にぶら下がらせて跳ね返すと窓の外の外戸が閉まる。その時窓が開いていればそいつは窓から室内へ飛び込むことができるのだそこで君に注意してもらいたいのはそんな冒険なことをうまくしとげるにはそいつが非常な軽傷なやつでなくてはならぬという点だ。 僕の説明するのはそういう軽ワザが不可能でないというのが一つでそれからこれを成し遂げるには非常に軽症なやつでなくてはならぬというのが二つだこう二段に分けて僕の説明を聞き取ってもらわなくてはならないのだねこの説明を聞いたところで君には多少不特心な角があるだろうそれは窓から入っていくやつが非常に軽症でなくてはならぬという反面には そんな軽症な働きを要求することを成し遂げるのは困難だろうと疑わなくてはならぬということがあるからだ刑事の役人どもも大抵そういう考え方をするがそれは理性の歩んでゆくべき正当な道筋ではないのだ僕なんぞはただ真理をめがけて一直線に進んでゆくこの場合は僕が君に対してしている説明はその非常な軽症な体と例の不思議な鋭い または叫ぶような声と連携させて考えてもらおうとするにあるのだあの証人どもがまちまちな聞き取り用をした言葉に組み立てられなかった声と連携させるのだねこれまで聞いた時僕はデュパンの説明が不確かながらどうやらぼんやり分かりかかったような気がした今少しで分かりそうになってまだわからないという点に到着したよく忘れたことを思い出そうとする時 誰にもそんな経験があるものだが今少しで思い出されそうでやはり思い出されないのだ友達はこうついだ僕はあの窓の話をしているうちに窓を逃げ道として考えることをやめて入り口として考えることにしたしかし僕は入るにも出るにもあの窓を使ったものだと考えているからそれで差し支えないのだそこであの室内の状況を思い出してみてくれたまえ タンスの引き出しは引き出して中がかき回してあって何か取ったものらしいがまだ後に品物はたくさん残っていたということだったね僕が考えるとこれは随分不思議なまた馬鹿げた判断だ後に残っていたという衣類その他の品物が引き出しにあった品物の全部だったかもしれないじゃないかレスパネ夫人と娘とは世間と交際をしたこともない外へもめったに出ない そうしてみると衣類なんぞはたくさんいらないはずだそれに残っている衣類はその親子の女の身分としてはごく上等の衣類だとしなくてはならないもし賊が衣類を取ったとするといいものを残しておくはずがないまたみんな取らずにおくはずがないそのほか金貨4000フランもそっくりあったというじゃないかまさか金貨や上等の衣類を残しておいて 普段を背負って逃げはいいじゃないか。しかも残っていた金貨は夫人がミニ用銀行から引き出してきた金の全額でそれが袋に入れたまま床の上にあったのだ警察のやつらは銀行の関係者の証言を土台にして金を目当ての殺人犯だと狙いをつけているらしいが僕の説明をここまで聞いた以上は君はそんな見当違いのところに殺人犯の動機があろうなんぞとは思わないことにしてもらいたい 世間には前の出来事と後の出来事と何の関係もないことがいくらもある金を受け取ってそれからその受け取った人が3日目に殺されたというよりもっと関係がありそうで関係のないことがたくさんあるとかく練習の足りない人の思想は偶然という意思につまずきやすいそれは強然の法則プロバビーチの法則というものを知らないからだ あらゆる学科にあの法則で得た発明がたくさんあるのだ3日前に金を受け取って殺されたとしてもその金が紛失していたなら金と殺人犯との間に偶然以上の関係があるものとも見られようそういう場合には殺人犯の動機を金に求めてもよかろうしかし今の場合では金を動機だとするとその下手人は非情なグズだとしなくてはならない バカだとしなななくてはならないそうしなくては動機と金と一緒に投げ打ったわけになるのだからねそこで我々はまずこれまで研究して得た重要な箇条をしっかり補足していることとするのだねすなわち不思議な声とそれから非常な敏斜な体との2つだそれからそのほかにはこれという動機が全然欠けているという事実をも忘れてはならない そこで我々はあの殺された女たちの傷のことを考えてみよう一人の女は素手で絞め殺して死骸を逆さに暖炉の中にねじ込んであったどうもこれは普通の殺し方ではないねことに死骸の隠し方が不思議だそんなふうに死骸を暖炉の中にねじ込むということはどうも人間の処理としては受け取れない いかに人の性を失った極悪人のしたこととしても受け取れないその上女の体を狭いところへねじ込んでそれを引き出すのに数人の力を合わせてやっと引き出されるようにしたのは不思議な力がなくてはならないのだねその他非常な力のあるやつの仕業だという証拠がまだある暖炉の縁の上にあった髪の毛だね 白髪の毛が幾束も猫耳に引き抜いてあったのだ。たとえ二十本か三十分でも人の髪の毛を一緒に頭から抜こうというにはどれだけの力がいるか考えてみてまえ。君も僕も一緒にあの髪を見たのだからね。あの髪の根には頭の皮がちぎれて食いついていたっけね。何千本という髪を一つ髪にして皮のついてくるように抜いた力は大したものではないか。 それからおばあさんの喉の,の切りようだね喉を切っただけならいいが頭が塔から切り離してあったしかもそれがカミソリでやったらしいのだねそれだけだって人間らしくない粗暴な仕業だその他夫人の体の座礁も下手人の力の非常に強い証拠になるドイマーという医者とエチアンヌという女子とが 鈍い器でつけた傷だと言ったがいかにもその通りでその鈍い器は僕の考えではあの中庭に敷いてある敷石だ警察のやつらがそこに気づかなかったのは例の窓枠に気のつかなかったのと同じわけだ内から釘が刺してあるというだけを見てそれから先は考えずに置くという流儀だねここれまで話したことと、 その他室内がひどく荒らしてあったということとを考え合わせてみれば次の事実がわかるのだ非常に軽症だということ一人の力とは思われないほどの力があるということ人間らしくない粗暴なことをするということ意味のない荒らしようをするということこれを合わせてみると残酷の中に 人間離れをした異様な挙動があるのだそこへ誰の耳にも外国人らしく聞こえて言葉とは聞き取られない声を考え合わせてみるのだねそこで君はどう判断するどういう考えが君には浮かんでくるリパンにこの問いを出された時私は骨に応えるような気味悪さを感じた。 そして言った気狂いだろうかどこか近いところにある精神病院を抜け出した総教患者だろうかそうさ君の判断も一部分から見れば無理ではないしかし早教の猛烈な発作の時だってそんな不思議な声は出さない狂人だってどこかの国の人間だからどんなにキレキレに怒鳴っても声が言葉にはなっている そこで僕は君に見せるるもののがあるのだ。これを見たまえぐるいだって人間だからこんな毛が生えていはしないこう言って友達は手のひらにのせた毛を見せたこれはレスパネ夫人が握り固めていた拳の中にあった毛だよ君はこれを何の毛だと思う私はいよいよ気味が悪くなってきた なるほどこれは不思議な毛だね人間の毛ではないねそうさ僕だって人間の毛だと言ってはいないじゃないかしかし僕の考えを話すより前に君にこの図を見てもらいたいこれは僕があの時鉛筆で写しておいたのだ商人どもが紫色になっている跡だと言ったりドイマーやエチエンヌが皮下出血の反転だと言ったりした あのレスパネーの娘の首の指跡だよこう言って友達はテーブルの上にその紙を広げたこの跡で見ると一つ紙にしっかりつかんだもので指が少しも滑らなかったことがわかる一度掴んだ手は娘さんが死んでしまうまで離さなかったのだところで君の右の手を広げてこの指の跡にあてがってみたまえ 私はできるだけ指の股を広げて図の上にあてがってみたが合わないところでまだ君のその手が今の場合に合わないだけでは正確な判断ができぬかもしれないなぜというにはその紙は平らなテーブルの上に広げてある人間の首は円筒形になっているここに丸い木の切れがある大抵大きさも人間の首くらいだ これにそのをを巻いて手を当てて手たまえ。私は友達の言うとおりにしてまた手を当ててみたがやはり合わないこの時私は言ったどうもこれは人間の手ではないねよしそれならここにあるこの文章を読んでみたまえこう言って友達の出したのはキュビエの著書で東インド諸島に産する「 色の毛をした症状の解剖学的記述であるはじめのほうには体の大きいこと非常に軽傷で力の強いことひどく粗暴なこと好んで人まねをすることなどが書いてあってそれから体の解剖になって手の指の説明がある私はそれを読んでしまって言ったなるほどこの手の指の説明は 君の取った図に符するね。どうも症状よりほかにこの図にあるような指跡をつけることはできまいそれに君のとってきたこの毛の褐色な色合いもキュビエの描いているとおりだそうしてみると人殺しをしたのは症状であったのだろうしかしまだ僕には十分のみ込めないことがあるね証人の聞いた声は2人以上で 中にフランス人がいたというのだからねなるほどそれは君の言う通りだ君も覚えているか知らないが証人の中で大勢が聞き取ったフランス語の中に「畜生」という語があったあれを証人の一人が相手を叱るような調子だったと言っている確かモンタニという賀師の申し立てだったね僕はあれに基づいて解決を試みようと思うのだ 僕はこう思うあの殺人犯の現場を見ていたフランス人があるしかしその男はあの血生臭い事件のいちいちの部分に対する責任を持っていないかもしれない多分責任を持っていないだろうと言ってもよかろうそこでこんな想像ができるその男は賞状をかっていたところがそれが逃げたそこで追っかけてあの家まで来たが あんな残酷なことをしてしまうまでそいつを捕まえることができなかったその間けだは自由行動をとっていたというのだねこれはただの想像で僕にだってきっとそうだとは思われないから人に同じ想像を強いることはできないしかし僕はとにかくゆうべあの家を見た木戸にルモンド新聞社によって広告を出しておいたあの新聞は会員の機関で 読者には水が多いのだよそこでそういうフランス人がいるとしてそいつが直接に血生臭いことに関係していたら名乗ってでは済まいがそうでないと名乗って出るだろうと思うのだこう言ってデュパンは私にル・モンド新聞の広告欄を見せたこういう広告がしてある「症状1頭」「右は大いなる黄褐色のものにして」 ボルネオ島に産したるもの,のし本日○○日このところに殺人事件のありし翌日の日付あり朝ボアド・ブローニュにおいて捕獲すこの動物はマルタ航海会社の汽船の乗り込み水夫が使用したるものなることを聞けり同人は左の家宅に来たり動物の状態を説明し捕獲ならびに使用の入費を支払いするときは 動物ををけとることをうべしフォーブル・サンジェルマン町マルバンチ第3層私はデュパンにいとうだマルタ公開会社というのはどうして分かったのだねそれは僕も実際知らないのだ少なくとも確かには知らないのだしかしこの紐の切れを見てくれた前これはキレの様子と油じみたところから見ると が弁髪を縛る紐らしいそれにこの結び玉を見たまえこれはスイフでなくてはできない結び方だそれにこの結び方をするのはまずマルタ公開会社のスイフらしい僕はあの平井心の針金を支えた棒の下でこれを拾ってそしてどうしても殺された女たちのものでないと思ったのだこの紐がスイフになっているフランス人のもので そのスイフが丸太公開会社に使われているかどうかはそれは確かにはわからないがとにかく僕はそう判断して広告をしてみたのだ間違ったってこの広告は誰にも迷惑をかける恐れはないからね仮に症状を逃がした男がいるとしてその男が丸太公開会社のスイフでなかったらその男は僕が何か聞き違えたものと思うだけのことだもしまた僕の推測が当たったとすると 大いににこっちの利益になる。なぜというにそれだけのことが分かっていると思うとその男がここまで出向いてくるに来やすいのだ無論その男は自分で人を殺さないまでも殺人事件に関係しているのだから広告の場所へ症状を受け取りに来るには躊躇せずにはいられないまあこんな風に考えるだろう私は罪を犯していない私は貧乏だ あの症状は随分金になる代物で私から見れば一角かどの財産だそれを余計な心配をしてなくさないでもいいどうにかして取り戻したいものだ広告で見ると症状を生けだったのがボワード・ブローニュということだそうして見ると人を殺した場所からはだいぶ距離があるそれに 知恵のない動物があれほどのことをしようとは誰だって容易には考えつくまい警察もまるで見当がついていないらしいよしや動物の仕業だと分かったところで私が現場を知っているということを証明するのが難しかろう広告で見ると動物を生け捕った人は私を知っていて私が症状の持ち主だと認めている 私の身の上についてどれだけのことを知っているのだか知らぬが私のものだとわかっている症状をあれほどの高価なものなのにわざと受け取りに行かなかったらかえって嫌疑が私にかかるかもしれないとにかくあの症状や私のことについて世間が詮索をしだすと面倒だそれよりか素直に症状を受け取ってきてしっかり閉じ込めておいて あの血生臭い事件の上に草が生えるまで待つに限るまあこんな風に考えるだろうと思うよデュパンがここまで話した時はしごを登ってくる足音がした君そこの拳銃を持ってくるたまえ。しかし僕が合図をするまで出してみせてはいけないよデュパンがこう言った家の第一層の角口は開いていたので 来た人はベルを鳴らさずに入って第三層まではしごを登ってきた。それから我々のいる部屋の外で廊下に来てしばらく立ち止まっていた。そのうちまたはしごを降りる足音がした。リパンはせわしげに戸口へ出ようとした。その時足音はまたはしごを登ってくるように聞こえた。今度は猶予せずに戸の外まで来て戸をたたいた。お入りなさい のんきらしい大声でデュパンがどなった入ってきた男はスイフらしい丈が高く力がありそうで全身の筋肉がよく発育しているどんな悪魔にも恐れそうにない大胆な顔つきをしているが意地が悪そうには見えない顔はひどく日に焼けていて鼻から下は八字ひげとほうひげとで全く覆われている手に大きいカシの木の杖をついているほかには別に武器は持っていない ブサイクな事業をして純粋なパリイ人の調子で「こんばんは」と言ったまあかけたまえ。君は賞状の一件で来たのだね実に立派な代物だ随分根も高いのだろうね大したものを持っているじゃないか私は羨ましくてならないねあれでいくつくらいになっているのだろうリュバンはこんな調子で話しかけたスイフは太い息をした ややれやれ、余計な心配をしたがこの調子なら安心だと思ったらしいそしてゆっくりした言葉で言ったそうですね私もよくは知りませんがせいぜい4歳か5歳ぐらいでしょうここに置いてありますかいやあどうもこの家にはあれを入れておくような場所がないからねじきそばのディビュール町のカシウマ屋に預けてあるから 明日の朝取りに行ってください君が持ち主だという証明は十分できるでしょうねそれはできますどうもああいう代物を君に返すのは惜しいような気がするねリュパンはこう言ったスイフは答えたそれはお骨折りをしてくだすっただけのお礼はしなくてはなりません大したことはできませんが リュパンは言った。なるほどそこでまあ私に考えさせてもらわなくてはいくらもらったものかね私の方からいずれいくらと切り出さなくてはなるまいがそれより先に君に聞きたいことがある君あの病院横丁の人殺し事件をここですっかり話して聞かせてくれたまえ リパンはこの言葉のあとの半分を小声でゆっくり言って静かに立って戸口に行って帳を下ろして鍵を隠しに入れたそれから内隠しに手を入れて拳銃を出して落ち着き払ってそれをテーブルの上に置いたスイフの顔はたちまち真っ赤になった水に溺れそうになった人の顔のような表情であるそうして踊り上がって のの木の杖をを持って身構えをした。しかしそれはほんの一瞬間でスイフはたちまちまた死人のような青い顔になって身を震わせながら椅子に腰を下ろした私はそばで見ていて心から気の毒になったその時デュパンは優しい声で言った「君何もそんなに心配しなくてもいいよ我々は君をどうもしようと思っているのではない」 フランスの一男子として君に誓ってもいい僕だってあの病院横丁の犯罪が君の責任だとは思っていないしかし君があの事件に関係しているということだけは分かっているのだ僕の広告を見ても分かるだろうが僕がどれだけのことを知っていてまたこれから先探ろうと思えばどれだけのことを探る手段を持っているという想像は君にもつくだろう まあ砕いて話せばこうだね君は何も悪いことをしたのではないまたさせたのでもない君はあの場合に物を取ろうと思えば取られたのだがそれを取らなかっただから何も君が隠し立てをする必要がないしかし君の知っているだけのことは言わないではならないのだあの事件のために無実の罪を被って牢屋に入っている人があるのだからね デュパンがこれだけのことを言っているうちにスイフはよほど血色を回復したがこの部屋に入ってきた時の勇気はもうなかったスイフはしばらくして言ったいや私の知っているだけのことは話しましょうしかしあなたがそれを半分でも本当だと思ってくだされば結構なのです私自身でさえ嘘のように思われるのですからね そのくせあの事件は私の知ったことではないのですまあ首にかかるかもしれないが実際のところを話しましょうスイフの話は大略こうであるスイフは近頃東インド諸島へ行ったその時ボルネオに上陸して仲間と一緒に山に入ったそしていま一人の男に手伝ってもらって症状を受け取った その男は死んだ。そこで症状は自分一人の所有になった症状はなかなかなれないので、キトにはずいぶん困ったしかしとうとうパリーへ連れて戻った水夫は船にいたとき足をけがしてそれを治すために医者のところへ通わなくてはならぬので症状を部屋に閉じ込めておいて足の傷が治ってから売ろうと思っていたさて あの殺人事件の起こった夜のことであるいな仏行のことである水夫は仲間の会があってそれに出席して仏業に帰ってきたすると症状が閉じ込めてあった部屋から抜け出して寝部屋に来ていたそして鏡の前に座って顔に石鹸のあぶくをいっぱいつけて手にカミソリを持ってひげを剃る真似をしていた 多分スイフが顔をそった時鏡前の穴からのぞいて見ていてそのまねをするのだろう気の荒い力のある動物の手にカミソリを取られているのでスイフはどうしようかとしばらく思案したこれまで症状が暴れだすとムチで脅すことにしていたので今度もムチを出した症状はムチを見るや否やすぐに戸口から走りだしてはしごを駆け下りた それから第一層の窓が開いていたのを見て往来へ飛び出した水夫は一生懸命に追っかけた症状はカミソリを持ったまま少し逃げては立ち止まって振り返ってみて水夫をからかうようにして追いつきそうになるとまた逃げたこんな風でよほど長い間追っていった午前3時のことだから人の行き来はないそのうち病院横丁の裏へ来ると 一軒の家の高い窓から明かりのさしているのが少状の目についたそれがレスパネ夫人の住んでいた第4層の窓であった少状は窓の下へ駆け寄ったそして平井心の針金を支えた棒を見つけてそれに登ったそして壁にぴったりつくように開いていた窓の外の戸の山につかまって室内の寝台の上に飛び込んだ それが1分間とはかからなかった。症状は部屋に入るとき、外の戸を後ろに跳ねたので、外の戸はまた開いた。水夫は安心したような、また気にかかるような心持ちがした。なぜ安心したかというに、症状は同じ棒を伝って降りてくるよりほかはないから、自分で罠にかかったようなもので、もう捕まえられそうだと思ったからである。 なぜ気にかかるように思ったかというにあの窓の中で何か悪いことをしでかすかもしれぬと思ったからであるその気にかかるところからスイフは決心して頂上の後からついて登って窓をのぞいてみようとしたスイフのことだから棒によじ登るのは造作もなかったしかし窓の高さまで登ってみるとそこから先へはいかれなかった窓は左手にあってだいぶ離れている 体を曲げてのぞいてみなくては室内が見えないやっとのぞいてみたとき水婦はびっくりして今少しで手を離して落ちるところであったこのとき救いを求める恐ろしい声が病院横丁の人の眠りを破ったのであるレスパネ夫人と娘とは寝まき一つになって例の鉄の金庫を部屋の真ん中に引き出してその中の書類か何かを整理していたらしい 金庫は開けてあって中のものが床の上に出してあった多分2人の女は窓の方を背にして座っていたのだろうなぜというに症状の飛び込んだ時から叫び声のした時までだいぶ暇があるからである2人はその間気がつかずにいたものと見える窓の外の戸をはね返した音は聞こえたはずだが親子は風にあおられたのだとでも思っていたのだろう 水が窓からのぞいたときには、少女はレスパネ夫人の白髪を左の手でつかんで、右の手でカミソリを顔の前に持っていって、上げたり下げたりしていた床屋が人の顔をそるまねでもしているように見えた、夫人の髪をつかんだのは、たぶん夫人が髪をとかしていたので、少女がそれに手を出したのだろう、娘は床に倒れていた、気を失っていたらしい。 症状は最初いたずらをするつもりであったのに、夫人が叫びながら振り離そうとするので、獣もそれに抵抗するうちに気が荒くなったらしい。症状は力いっぱい、カミソリで喉を切った。頭がほとんど塔から離れそうになるほど切った。症状は血を見たので、いよいよ気が荒くなった。そして目を光らせ、歯をむき出して、倒れていた娘に飛びかかって、 右の手のひらでのどを閉めて息の絶えるまで離さなかったそのとたんに症状のきょろつく目が窓を見るとそこには恐怖のあまりに青くなった主人の水婦の顔が見えたその時症状の激怒は変じて恐怖となった主人は自分を脅す無知の持ち主だからであろうそこで症状は

そして急いで宿に帰って症状の行方には構わずにいたというのであるこの水夫の話に付け加えることは格別ないレスパネ夫人の家に駆けつけた人々がはしごを登りながら聞いた声は症状の叫び声と窓からどなった水夫の声とであった症状は人々が外から部屋の戸を破るとき窓へ逃げてきて 外へ飛び出して後の戸を跳ね返したものと見える症状は後にスイフの手に戻ってスイフはそれをジャルダン・デ・プラントへ高い値段に売ったそれより前にリパンがスイフの話を書き取ってそれに説明書を添えて警視庁へ出したのでルボンは放免せられた警視総監はリパンに屈服しながら心中不平に耐えないので人間は 食文外のことに手を出すのはよくないなどとつぶやいていたしかしデュパンはそれにかまわずにこんなことを言っていた何とでも勝手に言うがいいあれは自分が創作を成し遂げなかったので自分で自分に言い訳をしているのだしかしとにかく私はあの男の縄張り内の仕事であの男に勝ってやったどうもあの男にあの謎が解けなかったのは無理もない あれは狡猾なだけで深くものを考えるたちではないからだああいう男の知識には頭があってもどうがないせいぜい頭と肩とだけしかないタラのようなものだしかしとにかくあれでも人に敏将だと評判せられるだけが偉いよ自分がどんな人間だということを隠して自分のそうでない人間に見せているのだね